Japanning Stories. Yo! Minasan, ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Watashi wa ninen sei no Makaru to moshimasu. Manjito desu. Watashi wa Niki desu. Arman desu, Nepal jin desu. そうですか。アルマンさん、元気ですか？元気じゃないです。どうしたんですか？私は朝ごはんを食べませんでした。そうですね。そうですか。どうしてですか？私は好きでの朝ごはんを好きじゃないです。あまり朝ごはんを食べません。そうですか。私も食べません。そうですね。ニキさんは朝ごはんを食べましたか、はい、私はよく食べますが、今日は食べませんでした。そうですか。どうして朝ごはんを食べませんですか、はい、今日は食堂でイダリという食べ物ですから食べませんでした。イダリが好きじゃないです。そうですか。はい。ニキさんは好きな料理は何ですか、はい、私の好きな料理はビリヤニです。ビリヤニですか。はい。いろいろなビリヤニ食べました。でも、ハイデラバードのビリヤニは一番好きです。そうですか。はい。ビリヤニは初めていつ食べましたか。私は、初めて5年前聞いたインドのビハル州でビリヤニを食べました。そうですか。私は10年前に初めてビリヤニを食べました。へそうですね。あの日から好きになりました。はいはい。アルマンさんは初めていつ食べましたか？そうですね。中学生の時初めてビリヤニを食べました。そうですか。私は子供の時は初めて食べました。私の町で食べました。町？ジャラカン？ジャラカン州。そうですか。そうですね。若狭さんはインドのビリヤニの歴史を知っていますか？はい、知っていますよ。ムーガル時代にインドに来ました。でも、パーシアから伝わってきました。マンジーさんはビリヤニの種類について教えてください。そうですか。インドにはいろいろなビリヤニがあります。例えば、チキンビリヤニとマトンビリヤニとビーフビリヤニなどです。そうですね。と、ベジビリヤニもあります。ベジビリヤニ。そうですね。それがビリヤニじゃないと言われます。そうですか。インドにはいろいろなビリヤニいろいろなところでビリヤニがあります。ハイデラバードとデイリーとコルカタとラクノウのビリヤニが有名です。デイリーのビリヤニはちょっと辛しい。ビリヤニの色は黄色です。デリーには、ムルシダバッというところのビリヤニもあります。ムルシダバッのビリヤニは、あまり辛くないです。はい。ハイデラバッドの中で、中でレストランによって種類が多いです。でも、ハイデラバードのビリヤニの他の、ビリヤニに比べて値段が高いと思います。そうですね。ハイデラバードのビリヤニは美味しいです。でも、コルカタのビリヤニは、一番
美味しいと終わります。あ、思います。コルカタのビリヤニはご飯と肉と、とポタトがあります。あ、ポタト。はい、そうですか。そうですね。でも私はラクノのビリヤニが一番大好きです。私の兄はラクノに住んでいます。あ、とても美味しいビリヤニを作ります。あ、そうですか。はい、そうですね。アルマンさん、よく食べました？ あまり食べます。あ、そうですか。ニキさんは、はい、ビリヤニの材料を知っていますか？はいはい、ビリヤニは肉と特別なご飯とガヤクなどが入っています。あ、そうですか。はい、ハイデラバードのビリヤニのご飯は長くて美味しいですから、ハイデラバードのビリヤニは一番有名なです。ああ、そうですか。はい、そうですか。私たちは日本語を勉強して2年になりました。2年間ハイデラバードに住んでいて、ハイデラバードのビリヤニをすがって食べました。ハイデラバードのビリヤニ食べたことがあります。どこで食べましたか？はい、ハイデラバードの中にいろいろなレストランがあります。でも、パラダイスというのレストランの他が一番おいしいと思います。パラダイスのビリヤニはハイデラバードのビリヤニで一番有名です。ハイデラバードにはビリヤニと言って、と似ている、マンジという料理もあります。あ、マンジですか。と、でも、ビリヤニとマンジちょっと違います。あ、そうです。そうですね。マンジさん、マンジ好きですか？はい、好きです。あ、そうですね。私も好きです。そうそう。普通に食べます。そうですね。あと、ビリヤニのチキンは茹でいますが、でも、マンディのチキンは変えています。マヨネーズを混ぜるともっと美味しくなります。マヨネーズ？はい、マヨネーズ。アルマンさん、どの時にビリヤニを食べましたか？はい、そうですね。あと、結婚の時、と友達の誕生日といろいろなイベントの時食べます。あ、そうですね。最近私の友達、私の誕生日がありました。そうですね。あの日友達と一緒にパーティーをしました。パーティーをしました。いろいろなレストランでビリヤニを注文しました。その後私たちはビリヤニを食べました。とても楽しかったです。そうですね。楽しかった。皆さん、今までに食べたことがなかったらぜひ行ってみてください。はい、今日のポッドキャストはこれまでです。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。ジャップニングストーリーズ。よー